21世紀の人類は地球温暖化やエネルギー問題、生物資源の確保、新たな感染症の発生、また地震や津波など一つの国や地域だけでは解決できない地球規模の問題に直面しています。特に経済基盤の弱い開発途上国に大きな影響を及ぼしており、先進国との連携による解決策が求められています。日本と開発途上国の科学者による共同研究を支援する地球規模課題対応国際科学技術協力サトレプスは、地球規模のさまざまな問題を対象とし、日本と開発途上国双方にとって有益な成果を得るため、新しい技術の開発を進め、両国の人材育成を目指します。科学技術を推進する JST は ODA を担う JICA と連携して取り組んでいます。アフリカ大陸最南端に位置する南アフリカは、東側をインド洋、西側を大西洋に囲まれ、亜熱帯気候から乾燥気候まで幅広い気候環境を有しており、自然に強く依存した生産体制をとっています。これは気候変動に対し極めて高いリスクを持っていることを意味しています。そこで南アフリカの気候変動現象のメカニズムを解明し、気候変動の予測システムを確立するためのプロジェクトが日本と南アフリカの協力により進められています。気候変動予測とアフリカ南部における応用というプロジェクトです。このプロジェクトは2010年から3年間にわたって行われます。研究代表者の山形教授です。山形教授はこれまでエルニーニョやラニーニャの発生予測を行ってきました。エルニーニョに関しても山形教授は世界で唯一、2006年のオーストラリアの大干ばつを1年前に予測しました。この知見を南アフリカの気候変動予測に生かそうというのです。このプロジェクトの鍵となっているのが、インド洋で発生するダイポールモードという現象です。この現象が亜熱帯域で起きると、亜熱帯ダイポールモード現象と呼ばれ、強い上昇気流が発生、南アフリカに異常気象をもたらします。亜熱帯ダイポールモード現象というのはですね、インド洋の南の方に、水温がですね、プラスの部分とマイナスの部分ですね、それが二重構造、ダイポール構造をしましてですね、それが現れるんですね。非常に大きな現象です。そういう現象がですね、南アフリカの地域にですね、干ばつをもたらしたり、また集中豪雨をもたらしたりするわけですね。この現象をですね、モデルを使って予測して、そして農業などに役立てたいということなんですね。亜熱帯ダイポールモード現象は太平洋で起きるエルニーニョ・ラニーニャ現象と同類の気候変動で、異常気象をもたらすと山形教授は指摘しています。南アフリカの気候は1年を通して比較的穏やかな気候です。この気候の下、トウモロコシや小麦をはじめとするさまざまな農作物の栽培が盛んです。亜熱帯ダイポールモード現象が発生すると、その夏は豪雨に見舞われ洪水が発生、自然のバランスを壊し、農作物に多大なダメージをもたらします。そこでダイポールモード現象の予測システムの確立が求められているのです。データ解析に使われるのが海洋研究開発機構のスーパーコンピュータ、地球シミュレータです。この地球シミュレータに大気と海洋の膨大なデータをインプットし、南アフリカの気候をシミュレーションします。この中にあるモデルが入っていると山形教授は言います。
モデルというのはですね、普通の意味のモデルではなくて、実際のその、地球の大気、あるいは地球上の海洋、これものがですね、再現できるような人工地球がコンピューターの中にあるんですね。そして、ある時のデータを入れていくと、それから先の未来がですね、どん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 見えてくるんですね。地球シミュレータは地球規模の予測が可能ですが、今回は南アフリカの2つの地域を詳しくシミュレーションします。一つは貧しい農民が多いリンポポ州、二つ目は重要な産業の一つであるワインの産地西ケープ州です。両地域の詳細な気象データを地球シミュレータにインプットし、ダウンスケーリングして両地域の気候変動を集中的にシミュレーションします。世界に誇る日本のシミュレーション技術を生かし、南アフリカの持続的な発展に協力するというのが当プロジェクトの狙いです。プロジェクトスタートに向けて日本側研究者が現地入りしました。日本側は海洋研究開発機構、東京大学、現地の協力機関は気候地球システム科学応用センター。南アフリカ側の研究代表者のジョージ・フィランダ博士です。博士はエルニーニョ・ラニーニャ研究の第一人者です。現在南アフリカでの気候変動予測は行われてはいますが、海洋変動を考慮できない大気モデルによって行われており、日本との共同研究で精度の向上を目指します。Cleared some of the doubts and some of the other things that we really needed to know and understand about the scientific work that is being done in Japan, and also some of the actual utilization of weather data and climate models into the rural communal farmers. I'm hoping the Japanese government scientists would help to create an institution here simply for building self-confidence.南アフリカではパソコンよりも携帯電話が一般的です。そのため気候変動情報は携帯によって農業従事者に配信されます。また予測情報は気候地球システム科学応用センターのホームページでも公開されることになっています。高精度な気候予測情報の配信が事前に作物を寒気や雨に強いものに切り替えるなどの対策に生かされることが期待されています。私たちはその大気と海洋のですね、大きなモデルを用いて、そしてそれを未来予測すると、季節予測ですけども、そういう技術をですね、南アフリカのですね、特に若い方々に習得していただいて、そしてまた彼らが自らですね、それを運用し、またモデルを改良していくとというような自発的にですね、やっていく流れを作る、でそれのバックアップができたらいいと思ってます。